草弓類、草弓類、草丘類、または草弓や孔は、獅子動物のグループ、分類群の一つ。頭蓋骨の両側に、側頭窓と呼ばれる穴を、それぞれ二つ持つ。この穴ができたことで、その下部の骨が細いアーチ状になっているが、これを解剖学では、弓と呼ぶ。このため学名は、二つの弓イコール草弓類と、名付けられた。 基地で最古の総弓類であるペトロラコサウルスは、およそ3億年前の古生代石炭気候期に出現している。同時期に有用膜類のもう一つの大グループである、単弓類も現れている。この単弓類は、総弓類に先んじて多様化していった。次のペルム期においても、単弓類の影に隠れ、陸上生態系の中ではあまり目立った存在では、なかった。 しかしこの時点でも、滑空する能力を獲得したものや水中へと、進出したものが現れている。そしてペルム期末、PT 教会の大量絶滅の後、中世代三畳期においては衰退する単ユミ類,類と入れ替わるよう多様化した。この時代に、陸上で勢力を伸ばしたのは、種類類であった。後に、ワニが現れるクルロタルシェ類、そして恐竜を排出する鳥系類が含まれる。 系統である。また、主流類に近縁な亀もこの時代に現れている。また、恐竜に近縁の翼竜は空への進出を成し遂げた。一方、鱗ロコ流類はヒレルー類や、そこから現れた主張竜など、水中へと進出していった。同じく水中に進出し、白紀半ばに姿を消した魚竜類は、これらより古い系統のそういう未来であったとされる。 白亜ケイ KT 教会の大量絶滅においては、恐竜は鳥類を除いて絶滅。翼竜、主鳥竜なども姿を消している。しかし、トカゲ類やヘビ、共に、ウロコ竜系類に属する、カメ、ワニなどは、一部の大型種を除いて健在であった。この時、これらのグループと共に、新生代まで生き延びたそういう未類として、主竜類に近い系統でチャンプソサウルスなどワニに、 類似した形を持つコリストデラ目が挙げられるが、このグループは死神予に絶滅している。爬虫類の祖先型頭骨に側頭窓がなく、両生類と同様に眼下、鼻孔、頭頂孔のみが空いていた。この状態を持つ爬虫類は無弓類と呼ばれていた。初期の爬虫類として知られるパレーアサウルス類、放流類などがその例である。その状態では、 化学内転筋は頭蓋の内部にのみ付着する。側頭窓が開くことによって、これによって顎を大きく開けることができ、また化学内転筋の付着面が広くなり、噛む力が増大する。側頭窓が一つだけのものは単弓類である。祖先的な特徴としてのそう類の側頭窓は、眼下の後方のやや上と下に開いている。上の穴を上側頭窓。 下の穴を加速灯窓という。そう弓類は20世紀初頭、オズボーンによって単弓類と共に定義された。この時点では、爬虫類とされた生物の大まかな分類は、速灯窓の形態によって行われていた。当時の分類としては、速灯窓が2つあるものが、そう弓類。1つだけ、あるいは持たないものが、単弓類とされた。この時点では、後に、 そう類と判明するヒレ竜類、主張竜類、巨竜カ亀などは単弓類に分類されていた。その後、無弓類などの分類群が提案され、各系統は整理されていった。その結果、爬虫類は、そう類を含む4つ、あるいは5つのアコウに分類され、そう類はその一つ、そうゆみアコウとされた。そう類以外のものとしては、側頭窓のない無ゆ亜ア一つある。 タンユミヤコウ、一つであるが、タンユミ類に比べて、髪型にある、主張竜などヒロミヤコウが挙げられる。黄岩下骨と臨場骨の位置の違いによって、主張竜類だけをヒロミ類と呼び、魚ヒレ類を別に種々種類に分けることもある。こうした伝統的な分類は、1980年代までは有効であった。しかし研究が進み、ヒロミアコウ、及び、川ミヤコウは、 そうゆみやこうの二つの側頭窓の内下方のものの、下場が開いたものであり、そうゆみ類に含められた。また無ゆみやこうも多系統であることが判明し、解体されることとなった。このグループは、初期の有用膜類というだけに過ぎず、系統を反映したものではなかった。唯一現存する無ゆみ類とされてきた、カメ類も、発生学の面からは、側頭窓が二次的に閉じたそうゆみ類ではないかという、 説が出されていた。また、石柱の可動性など、全身の骨格の形態及び石灰質の乱獲を持つことなどから、カメ類は、主流類に属するのではないかという見解も示された。さらに遺伝子解析の結果も、ワニ、蝶類など主流類に禁煙であることを指示した。有用膜類は、このそういう未類と、哺乳類を含む系統である。 単ユミ類が、進化の初期に分岐した二大系統群となっている。なお、爬虫類内部の海の分類群として使われる場合も、ある。初期総ユミ類及び、原生のワニや昔、トカゲなどは完全な側頭窓に追い備えている。しかし、進化の過程で二次的に一体の側頭窓を、失っていたり、死鳥竜、魚竜、トカゲなど、側頭窓にタイとも失っていたり、カメ、 原生鳥類、蛇、極竜類などする。しかし系統関係からそれらも、そ弓類に含まれる。全滅種には、恐竜類、緑竜類、主鳥竜類、モササウルス類、魚竜類などが存在し、また、系統不明の種の多くも含まれる。初期のグループについての分類は、流動的であり、変更の対象になっている。原の類は、非常に拡散していて、 鳥類、ワニ類、カメ類、トカゲ類、ヘビ類、および昔トカゲ類を含む、現在、世界中の多様な環境に約14,600種のそういう類が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。